それでは今回からえり、ー、編というふうに題しまして、えー、それぞれ、えー、自分の作りたいえりの基本になるものをいくつか、えー、作りながら、えー、解説していきたいと思いますですので今回はえりなのでそを一旦削除した状態から始めたいと思いますはいこんな感じですね そうしたら襟なんですけれども、基本的に襟というのはこの前パーツの前襟ぐりと後ろパーツの後ろ襟りぐりに縫い付けることで形状を作るというデザインの部位になりますなので一旦最初に測定を使いまして現状のこの各2つの長さを測ってみようと思います前は原型のままですと11.24後ろは7.82になります では一旦これを着せつけた前回の動画をそのまま振り返ってみたいと思いますはいこちらが、えー、ウエストの部分は少し絞りましてタイトと呼ばれる細身のラインにして襟ぐりは原型のままを作ってこの着せつけた状態になりますで、えー、これ自体は基本的にはそこまで大きく問題はないように見えるんですけれども、まあ、横から見たときですねこの喉元が えーまあ、比較的になるんですけれども女性の場合喉、えー、どぼとけという部位がないのであまり、えー、気にならない方もいらっしゃるかと思いますが男性の構造形態で、えー、骨格がある場合は喉、えー、元に喉どぼとけというパーツが、えー、骨ですねがありますなので、えー、とここのラインが比較的突出しているという形状になりますなので、えー、と原型のままですと 首元の収まりはすごいすっきりして見えるんですが少しきついなという印象がありますなので基本的に原型を使う場合多少ですねこのネックラインと呼ばれるこのラインを修正してからえを作るというのが一般的かと思いますなので今回はまず前身頃と後ろ身頃に対して少しこの襟ぐりというものを修正した後にえを製図していきたいと思います はい、画面が戻りましたそうしましたらどういうふうにするかといいますと,、えー、と操作はいろいろあると思うんですが僕はまず、えー、と平行線を使いまして前に関しては 1cm ですねこの線に対して 1cm ここをくるという言い方をするんですけれども、えー、深く削って喉元の、えー、とゆとりを確保しようと思いますですのでこれで えと長さをこちらに合わせまして線をカットしましてあつながってなさそうですね延長してからここの線をつなぎますここの線をつなぎまして線カットしますそしたらちょっと見やすい見やすあとで消しちゃうんですけどもここを点線にして元の線を書いときますね で長さを測り直すと,、えー、と今度は12.42が新しい数字になりますちょっと前の方は分かりづらいくなっちゃうんで消しちゃいますねはいこれが新しく修正したものになりますで後ろですね、えー、と後ろのこの、えーまあ、第7頸椎というふうに呼ばれている骨なんですけれども、えー、洋服に関してはこの後ろの中心は、えー、場合によってはもちろん削るんですけれども襟の場合基本センターバックは触らないかなと思います なので、えー、とこちらだけですね先ほどここで 1cm 削ったのでこっちも 1cm 削ってないと構造的に変になってしまいますのでここも 1cm 削りますで、えー、と数値をマイナス1としましてここの線を短くしますそしたらえっ、ー、とですねノードでこの線をこういうふうに移動してエンターこういう感じですね このラインが気になる場合はまあこう浅くしたりしてもいいかなと思います。ちょっと浅くしてしまいましょうね。はい、こんな感じでしょうか。そうしたら、えー、仕上げの方で一旦チェックして長さを確認します。なので、えー、前が12.4、後ろが8.47。これが新しく修正しましたえりぐりになります。では、これをもとに、えー、まずはスタンドカラーと呼ばれる 学生服とかですかねによく見られる、えー、立ち襟を製図してみようと思いますまずですねまあどちらでもいいですじゃあ線でいきましょうかえーと横にですねまずこの8.47正確に8.47を入れましてこっからえーとシフトかコントロールして ここから実行でいくかな。はい。ここから実行しまして、まず8.47。ちょっと移動しながらやりましょうか。えーと。違う違う違う,違う測定で。これ8.47です。ここと一緒です。で、そこの長さから、えっ、ー、と、こっち、そのまま延長します。えーと、そしたらどうしようかな。えー、作成線の、えーと、線の長さを。 12.42にしてここのポイントからこうで実行そしたらえっとですね測定するとここに同じ長さができましたこれが基本になりますでは襟の高さを決めていきます今回は 3cm で作成しようと思いますので上の方に 3cm を設定したらここを起点にして実行これ 3cm ですね でえー、とここの、えー、と後ろ襟ぐりまではいろいろな方法があるんですけれども、まあ、今回は、えー、と後ろ襟ぐりのところまでをまっすぐそれ以上のところを少し上げるという設計でえー、襟を作っていこうと思いますじゃあ比較用にちょっとあの平行とえっ、ー、とその上げたやつともう少しカーブをつけたやつっていう風にちょっと3段階作ってみましょう そうしたらですね、えっ、ー、と、制作の平行線から今回センチでいくので、これの線と、えっ、ー、と、この線に対して、エンターでこちらに引きます。実行これが、まあ、そのままですね、えっ、ー、と、文字通り長方形です。これももちろん、 エリーとして製図ができている状況ですですは、これを少し応用していくので、これをベースにちょっと展開といって変更していこうと思います。これが一つですね。まず一つ目。では、今度これを少しここに角度をつけます。なので、ちょっとまあやり方はいろいろあるんですが、僕の方法として、えっと、まあ、いいか。そしたらですね、えっと、 いろいろあるんですが、えー、とマイナス2にしましてここの線をまず 1cm 上げた状態ここを 1cm 上げた状態ですねにしてこれに対してえっ、ー、と曲線を使ってこことここをつないでちょっとこんな感じかな緩いカーブをつけるイメージで線を引きます。 線までをやってここですねで、えー、とここのカーブはまあ好みなんですけれどもうんどうかな、まあ、悪くないと思うんですけどちょっとここが急かなっていう印象なので少し調整します浅くしたいかなうんこんな感じですかねそしたらですねここの基準の線はいらないので一旦消しますはいでこの上の線も消してここに対する平行線を作っていきます 3ンチなのでこっちですねはいでここが2線重なってしまっているので、えー、と修正で引き直しでこことここをやることで、まあ、少しこう調整をしてあげる感じですねそしたら線を使ってここを閉じてあげてから、えー、と直角化をしておきたいのでここの線に対して直角に直しておきます一応念のためにです、はい そしたら、えー、と先ほどの14年のためなんですけどもちょっとカーブをしたのでどれぐらい長さが変わったかを確認しておきますうんほぼほぼ変わらないですね 0.04mm なので誤差だと思いますはいこれが、えー、と元の形状にしてみると 1cm ですね前中心側を上げたパターンになります ではさらにこのベースを使ってもっとここの角度を上げてカーブを強くしたものを作ってみようと思いますなので一旦上がちょっとわかりづらいので削除してから製図の説明をしていこうと思いますじゃですねここが今 3cm なんですけどもちょっとわかりにくいんで消してしまってえっと線をもう一回引きます今度は 5cm 結構上げてみましょう 5cm えっとここから 直角に上がるのを実行。ここが5センチですね。5センチ上げました。で、ここをこういうカーブで作ってみようと思います。で、その時にちょっとこれだと自然になるまではこの最初に決めていた後ろエリグリ分がちょっとまっすぐだと厳しいかもしれませんので、自然になだらかに繋がるようにしていきたいと思います。そしたら、えー、作成から線の曲線を使って。 あ、少しかな。まあ、こんな感じでいいと思います。まあ、間隔値ですね。後でちょっと調整するんで。はい。ここまでお腹さにしました。そうしたらですね、えっ、ー、と、こことここのつながりが悪いので、引き直しをしていきます。こことここですね。で、えっ、ー、と、大切なのは、この後ろエリぐりは極力まっすぐで痛い,いんですよ。なので、ここの線を持ち上げて、ああ、いい感じですね。 こういう感じで、まあ、なだらかなというコドメントになってしまうんですけど自然なつながりで上がっていくような感じが理想的だと思いますでもう少し気持ちもう少しここを長くしておきたいので、えー、とシフトを押しながらここかなこれぐらい長くしておきたくてここをまた修正していきますこの辺をちょっとここを こんなこんなかこんな感じかなうんこんな感じかなもうちょっとここがもうちょっと滑らかにしたいかなうんこんな感じでやってみましょうか はい、そうしたらですね今度この後ろもえっ、ー、とラインが見えなくなってしまったので一旦ちょっとこちらを修正しましてこれが元の線ですねでここのノッチが多分ずれるのでえっ、ー、と今の現状の長さを測って確認しようと思いますここも一旦今いらないので消しちゃいましょう平行線で直すのでそうしたら、えー、と後ろエリグリの8.47を測定して 線カットししたいのでどうしようよかな使い方が一般的じゃないと思いますけど平行線で、えー、とここを8.47でここの線に対して平行線を一応作っていきますそしたらここが交点なのでここに対して直角線を作っていきますはいそしたらえっと線カットをして ここのなぜの長さを測ってみようと思います。うん、ほとんど一緒だから大丈夫ですね。じゃあ今回はこちらをそのまま使います。ちょっとここの凹凸が気になったのでちょっと修正しますね。 そしたらこっちの長さがほぼ同寸であればいいので一旦ここも確認しますちょっと長いですねそうしたらちょっとこれはちょっと入らないのでえー、とさずである 1cm をマイナスしようと思います0.9ですかねそしたらえっ、ー、と修正の線の延長数値でここを、えー、とマイナス0.9に設定して実行すると短くなります でもう一度測定しますあこれが修正された線ですねまあほぼ 0.06mm 長いですけれどもほぼ同寸なので問題ないと思いますではこれで調整が終わったので平行線を作っていきたいと思いますえっ、ー、と 3cm でここの線とここの線に対してこちら側に引きます OK ですね で、ここの線がつながってないので、修正で、えっ、ー、とつなが、つながりを修正していきます。こことここをつないで、そのままエンターで、えっ、ー、と、ここも一応直角にしておきたいので、えー、直角線を作ります。ここに対し、ここに対して、えっ、ー、と、長さが、えっ、ー、と、じゃあ3センチですね。 でこっち本当はいらないんで、えー、と長さを調整していきます。線カットじゃない。これをここまで消せますね。はい。で、ここの角がつながってないと思うのでこれを延長してぶつけていこうと思います。この線をこっちに、この線をこっちに。はい。これで大丈夫かな。 点線はいこういう感じで、えー、とそれぞれまっすぐなもの、えー、前中心側で 1cm 上げたもの 5cm 上げたもので襟を作って調整してみましたではこれを、えー、そのまま、えー、黒の方に入れてみて季節付けの方をしてみてどれぐらい違うかっていうのを確認していこうと思います はい、こんな感じですね。そしたらすべ、えー、て、えー、パーツ化で仕上げチェックをしていきます。全選択して実行。すべてのアウトラインになっていることを確認したらエンターで確定します。そしたらデザイン情報から、えー、とこちらの数字を各自好きなものを決めてもらって OK。ファイルから、えー、ファイル保存の DXF を選んでパーツ名を決めて保存をします。 で全パーツで実行はいこんな感じですねそしたら黒の画面に持っていきますはいそれでは黒の画面に入りましたファイルからインポート追加の DXF で先ほどのファイルを呼び出しますはいこういう感じですねで、えりぐりを修正したので全部消して作り直しましょう 違いはここのえりぐりを先ほど 1cm で調整したという差になりますはいそうしたらこれらを右クリックで左右対称パターンをして反転させますでどちらも縫い合わせで、えー、とできるのでこれ後でわざと,、えー、とここの中心なんですけれども、えー、とちょっと前回どちらかの動画でも説明したかもしれませんが まあ例えばここの線とここの線がえと今クローンというものでやったので連動しているので該当線を右クリックして併合ってやると一つのパーツとしてくっつけることができます。ですが今回ちょっと後で少しあの変更してみてあの左右の違いを見てもらうためにわざとこのまま併合せずにえ左右のパーツがある状態でえ組んでみようと思います。 一旦襟だけを、えー、と固定をしてちょっと動かないようにした状態で身頃を配置していきます、えー、配置点から、えー、後ろ身頃で前身頃こんな感じですねそうしたら縫い合わせの指示をしていきますセンターバックとセンターフロントで 脇で,す、ね、で肩を2辺触るときはシフトを押しながら選択しておきますでダーツを塗ってこんな感じですねそうしたら、えー、シミュレーションをかけて一旦洋服を着せつけますはいこんな感じですで、えー、とこういうふうに着せつけてもどうしてもやっぱり中心に着れてないことがあるので少しこういうふうに手を入れて直してあげます 大体いい中心から見て真ん中に来て同じように肩が見えてればいいかなと思いますはいそれではまず一つ目ですね一番下のこのパターンまっすぐなものをこちらに縫い付けていこうと思いますえー、と配置点としてまた後ろの方に向けてからこのパーツを触って後ろの方にこう置きます どうでしょうね、この左右があるのでこういう感じかな置き方は横が良さそうですねはいそしたら、えー、縫い合わせをしていきます後ろから縫ってみましょうかじゃあまずこっちですねこっち側を縫ってみたいので後ろの身頃こことここですねここを縫い合わせすると反対側も縫ってい で前側のこのポイントとこのポイントを C するとここが連動して開きますで今回わざとここも離してあるのでセンターバック部分も縫い合わせをしていきますではこれでシミュレーションをかけてみますちょっと配置点が邪魔ですねはいこういう感じですねちょっとですね襟がえり、っ、が、と、生地の影響を受けていてちょっとだれているので一つ、えー、設定をしていこうと思います パーツを触って属性編集内に下の方ですね芯というパーツがありますこれをオンにすることで芯を張った状況を作ることができますまあこういろいろありますねなので一旦張ってみてシミュレーションをかけるとその連動して反応が起きますので変化を見てみてください連動させてみますはいこういう感じですね 結構パリッとしましたがやはりちょっとまだ弱いかなと実際の服だとちょっとこれはこの辺もちょっと立ってほしいかなと思うんですけれども一旦この状態で衣装、えー、関節を高めてどういうふうに変化するかというのを見てみたいと思います。 こういうい感じですねやはりあの生地自体も柔らかいものなのでちょっと襟の感じが弱いかなと思いますですので今回は芯ではなくてパターンに直接できる指示としまして右クリックで強化というものを設定してみますそうするとシミュレーションをかけるとはいわざと左右変えたんですけども分かりますかね 正面から見てもらうと分かるように、こっちは襟の縁が綺麗に立っています。で、反対側は、えー、少し寝ているかなという印象です。後ろから見ても、まあ、こちらの方が、イメージ通りの襟の感じが作れているかなと思います。 このように、えー、と本来洋服を作る上で、えー、襟に関しては普通はまあ固めの芯を張ったりとか、そういった設定でできるんですけれども、3D の場合は必ずしもその実際に作る服の指示が正解かというと、僕はそうではないかなというふうに感じています。なので、実際のリアルで作った服を見ながら、こういったふうに連動して操作を意図して変える必要がある場合は、 よりよくきれいに見えるものを選択して指示してあげると、えー、完成度がより上がるんじゃないかなと思います。あともう一つここですね。前中心ですね。えー、今、ここの部分に当たるんですけれども、少し同、えー、寸と言いまして、同じ長さで直上してしまうと、こういうふうに重なってしまいます。なので、ここの部分を少し削ってみてあげると、ここがすっきりするかなと思いますので、 こここののパターン編集を使ってここのポイントを修正してみようと思いますポイントを選択したらシフトを押すと平行に行くのでここでじゃあ大体 5mm 削ってみましょうかはい見えますかねこういうふうに連動してすぐ短くなってくれますで今回クローンを使っているので左右それぞれがそのまま 5mm 短くなった状態を作れたのでこれでシミュレーションをかけてみましょう まあ落ち着いた感じでしょうかねもう少しデザインとして削っても良さそうなので 1cm なのでもう 5mm ちょっと削ってみましょうはいこんな感じですかねまあ襟なのでこれはもうデザインなので自由かなとは思いますけれどもはいこういう感じでで、わざとそうしましたら、えー、反対側も強化をして、えー、安定させてみようと思いますあ固定にしちゃった 強化をして安定させてみようと思います。はい、こういう感じですね。うん、だいぶなんかまあお手本というか綺麗に収まったかなと思います。これが一つ目です。では、えっ、ー、とどうしようかな。そしたら、えっ、ー、と。 これをコピーできるかなあ、できるな。コピーして、貼り付け。はい、できましたね。そしたら、えっ、ー、と、今、この、今、後ろ身ごろ。あ、上にいますね。OK です、OK です。じゃあ、これを一旦固定して、 えーとこっちをちょっと修正して使っていこうと思います。なので、一つ目がこれですね。じゃあ、一旦この襟をコピーできたので削除してはい。じゃあ、もう一つですね、二つ目の襟をつけてみましょう。えっ、ー、と、固定を解除して、また襟の配置をしていきます。作業自体は一緒なので、どういった変化が見られるかっていうのをちょっと見てもらおうと思います。 えっと、配、は、置、い、点で、こっちだから右、右身頃こうですね。はい。そしたら、また後ろ側からちょっと塗ってみようと思います。えっ、ー、と、ここと、ここ。で、前と、前。で、センターバックですね。はい。じゃあ、またシミュレーションをかけてみたいと思います。 えと今回は先ほどの影響があるので衣装感制度が高い状態なので、まあ、最初からちょっと柔らかいような表情になっちゃってるかなとは思うんですけれどもこういうふうにちょっと後ろエリぐりが安定してる、まあ、第7ケースというところに来てないとちょっと見づらいのでそうですねやはりこれもちょっと同じように強化を設定してみましょう。 はい、どうでしょうか、えー、と先ほどのとちょっと見比べないと分かりづらいかもしれませんが、えー、中心に見た時にかぶり分が先ほどより少なくなっているっていうことになりますこれは、えー、とこの 1cm 上げたことによってここのいわゆるまあここが襟ぐりの付け線だとするとそれよりも内側の首の付け寸の方が首の形状がこう頭に行くにつれて少し細くなっているのでいわゆるここの 首周りの太さとこの首の付け根周りというのは当然首周りの方が細くなりますなので、えー、ここの縫い付け線よりも 1cm 上げたことでな内径に当たるこの襟の内側の線が短くなって、えー、ここに垂直で来ていた布が内側に入ることでより首に沿ったデザインになってます で結果として、えー、この付け線よりも内側の線が短いのでその分前分に余る分量が少なくなったっていうふうに解釈できると思いますそれでもやっぱちょっと空いてなくて重なるのはちょっとよくないと僕的にはデザインとして思うのでまたちょっとここを内側に修正していこうと思いますえー、と内側にまあ約5ミリはいでもう一回シミュレーションをかけてみます いかかがでしょうか先ほどよりも僕個人で見るとちょっとすくみ元に沿ってすっきりしてるかなというふうな印象なので、まあ、僕はこちらの方が好きかなと思います。はい、二つ目の襟はこちらですじゃあこれも一旦コピーして取っていきましょう。 使ってないこの襟だけはいらないので上の襟2つを消しておきますはい2つきてますねちょっと分かりづらいなちょっと移動させておきますねまた右クリックの固定をすることでまた維持できますちょっと並べてみましょうかまあでも襟の形状が違うの分かりますかねやっぱりこの 内側の分量というか内側の長さが長い分だけちょっと開いて見えて内側の分量を削っている結果として内側に入っているので、えー、と首に沿って見えるとは思いますでは最後ですねもう一つ、えー、5ンチ、えー、上げたものをつけてみますはいえー、と縫い方はほとんどもちろん一緒なので 一点を出してまして、襟を選択、方向につけておきます。で、一応あの固定したままだとこういうふうに色が青く変化しているので、このだと動かないので固定解除を忘れずにしてください。はい、そしたら、えー、同じように縫い合わせしていきます。後ろ襟ぐりとここですね、後ろ襟ぐり、前のこの襟ぐりと。 でセンターバックをこのように縫い合わせてシミュレーションをかけてみますはいこういう感じですねだいぶ先ほどよりもよりここの首の首と襟の間の隙間が、えー、だいぶなくなっていると思いますこれぐらい、えー、と5度 度じゃないですね。5センチ上げると、えー、内径の砂ずんが詰まっているのでより首に沿う形になりますじゃあこれもちょっと強化をしてかめの雰囲気にしてみますはいどうでしょうかだいぶ後ほど比較しますけれどもここの 首との間の隙間間隙が埋まってこの付け線とこの線、ね、縫っている線と内径の差寸分詰まっているのでここの幅がやや強い傾斜になってより首に沿っているという印象になりますで今度そうなるとまっすぐ直上した線になるので最初に作った原型と同じぐらいかぶり分が出ている感じになりますなのでここもまたちょっと 5cm ほど入れてみましょうあ 5mm ほどですね 5mm ほど入れてみましょう このポイント、今でいうここですねこ,このポイントをこの線上ですねこう横に行くんじゃなくて線上に五ミリでシミュレーションをかけますちょっとまだ重なりが強いですかねもう少しちょっとじゃあ入れてみましょう 一番最初にやったいみたいに1ンチですねもう5ミ、mm、リ移動して1ンチ差をつけてみますはいはいこんな感じですかねというように、えー、同じもちろん全部スタンドカラーです名称としましてはでも、えー、こういうふうにえー、襟の、えー、付け線法と、えー、外側の 襟が首に沿う方ですね。えっ、ー、と、こっちの内側の短い方ですね。こちらの長さによって、これほど影響があるという部位になります。なので、ちょっと見比べてみましょうか。ちょっと近くに置くだけになっちゃうので。えっ、ー、と、選択して 3D 画面上で。で、これ置く人とかもあるので、ちゃんと置かないと。 あの全然あの違うっていう位置違いますよっていう感じになりますねこれとえっとこれですねはいちょっとシミュレーションはかけられないんですが すべて同じ身頃で襟だけが違う状況ですで人をもうちょっと消してみましょうかはいちょっと順不同になってしまいましたけど一番最初に作った基本的な平行のパターンで内側に 1cm 入れたものの襟のスタンドカラーがこちらです 最後にやった、えー、角度を5センチ上に上げて角度をつけた襟で1センチ入れたものがこの形です。で、えー、と2番目の、えー、と襟の先を1センチ上げて作って先を 5, 度け、えー、と5ミリ削ったものがこちらになります。全部、えー、先ほどアバターに着せていた状態なので、えー、着用して見える雰囲気はすべて共通です。でも 襟のそのそつける角度作る角角度度作によってまあもちろん人見る人が見たら細かい差だとは思うんですが、まあ、当然作りたい洋服の雰囲気というものは本当に1ミリ2ミリを自分の感覚に合わせて調整することでその美しさというものは作り上げられるんじゃないかなと考えているのでこういうふうに黒というものはすぐ連動して形状の判断がつくと思いますのでぜひあの 自分のデザインを作るときの作り方として、シーチングで作るのも大事なんですけれども、自分のイメージをより抽象的なものから具体的に作るときに落とし込む一つの方法として、まあ、こういった検証方法を使ってみてはいかがでしょうかというふうな、まあ、ご提案の感じになります。ただ、注意点は、 先ほどあの僕が芯を張るというものを設定してもちろん芯の種類もいくつか選べるんですけれどもそれからあのこの強化というものを設定しましてより硬めの芯を張った状態ですねを作ってみましたなのでこれが全て連動して実物でも同じ形になるかといったら100%必ずそうはなりませんなぜならこの生地 でない実物の生地を使うからですねなので当然洗い折りの生地を作ればその分だけ柔軟になる分もっといろいろ考えなければいけないと思いますし張りのある生地を使えばむしろ芯なんて張らなくても2枚実際の襟を使うとそういったものを構成できるんじゃないかなと思いますので。 最終的な確認は必ず問わるもしくは実物の記事を使って一度作らないと必ずこれと同じものができるとは限らないので修正は必要ですただその前のいわゆるアパレルの用語で言いますとファーストセカンドといったような形を見るためだけの検証の時間やコ数は圧倒的に削減できると思います 今回はスタンドカラーの製図の方法とそのバリエーションによる変化の可視化黒での季節付けのアプローチの仕方、方法を説明してみました参考になりましたら嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょうお疲れ様でした